週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は滋賀県出身ケイチこと城西ケイがメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリポポリーちゃんの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこのお二人です。はい、ゆっぴこと山口ゆきです。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、ゆきつんことあずむゆきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それでは今日も行きましょう。はい、今回はね、メッセージをいただいています。おと、ラジオネームピンタンくんからです。ピンタン、ピンタン。ステージの裏では何か気をつけていることはありますか？いっぱいあるよな。うん、ある。出る方向ってあるやんか、なんか、うんうん、あるね。まあ私たちは上手下手って言ってるんですけど、 その例えば上手から出てこう上手に履けるんですけど、うんうん、次下手に行くときにさ、うんうん、こう舞台を通って下手まで行くわけにはいかへんから、あの後ろの裏側を通るじゃないですか、うんうんうん、その時に道が狭くて暗いから、うん、こっち通りますよとか言いながら走ったりとか、ね、そう、そう、すごい向こうから走ってくる人とかいるから、そうそうそう、やっぱぶつかるわと思いながら、雪壁になる時あるもんだから、うん、なあ、こう箱が広い時テンション上がる。そう、広かったら、うん、あ、今日はちょっと安全やなってなる。そうそう、狭かったらね、ちょっと壁にならないとダメな時がね。そう、ステージの裏ではね、そういう、そう、なんていうの、そういうこともそういうこともねあるんですよ。うん、ゆきつんはマイク、うんうんうん、マイクって番号が振ってるじゃないですか、うんうん、それの見間違いで撮っちゃったりっていうのを多分メンバーみんな気をつけたりしてるんで、気をつける。自分のマイクがあんねんな。そうです。そう、番号がついてて、それやっぱ人の持って行ってしまったら大変なことになるから、そう、ね、ちゃんと気をつけて。間違えた時のみんなの目が怖いよね、うん、そう、怖い。途中でたまにこれ自分のじゃない、そうってなった時はやばい。そう、ちょっと怒られちゃうから、うん、やばいやばいと思いながら。そう、ケイちゃんは？私はね、着替えかな。着替えか、うん、焦る。そう、やっぱり曲が何曲がある時に着替えやったら全然大丈夫やねんけど、うんうん、早着替え得意やねんか。ああ、そうか。そう、でも間が1曲だけで、うんうん、1曲の間に着替えなあかんってなったら結構焦る。確かに。あとなんか衣装部屋ってやっぱり何回も着替えるから、うんうんうん、服が結構衣装が散乱しちゃうから、私はできるだけ暇の時にメンバーの服をかけていく。すごいな。自分しかかけてないわ、ほんまに。でもしかもメンバーが多いからさ、そう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 、衣装部屋に大変キチキチなんですよね。絶対これ間に合わへんって一人で叫びながら、叫ぶ。そう、絶対間に合うねんけど、でも、うんうん、大変よな、うん、ね、そういう一面も、はい、そう、ということでね、舞台の裏側のお話を聞いていただきました。はい、NMB48 の放課後ニュース。私たちへのメッセージの宛先はこちら、 nmb@kbs.ne.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで AKB48 グループからのお知らせです。ゆっぴーお願いします。はい、今年4月に開催された AKB48 グループ臨時総会、白黒つけようじゃないかの DVD ブルーレイが9月25日に発売されます。 AKB48 グループ総出演公演のライブ本編に加え、コンサートの進行過程や舞台裏を記録したメイキング映像と、バックステージのメンバーの素顔を撮った特典映像を収録しています。皆さんぜひチェックしてくださいね。ゲオンラジオ NMB48 の放課後ニュース。お相手は私、滋賀県出身ケイチこと城西ケイト、ゆっぴこと山口ゆうきと、ゆきつんことあずむゆきがお送りしました。バイバーイ。それではゆきつん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。 AKB48 チームサプライズで君が思ってるより。